エンリケ公会王子勲章は、ポルトガルの騎士団勲章の一つである。1960年6月2日に、ポルトガル王女ン一世とフィリッパでンカストレの、いつである、エンリケ公会王子の没後500周年を記念して、創設された。1962年と1980年に、改変がなされている。とうと、剣勲章、キリスト騎士団、アビス騎士団、 聖ヤコブ体験騎士団に次ぐ5番目の国である。称号はポルトガルに関連する活動とポルトガルの文化、歴史、価値の振興に関する活動に対して授与される。それぞれの階級の団員の数は憲法によって制限されており、称号は騎士団のグランドマスター、すなわちポルトガル共和国大統領による特別の法令に期する。エンリケ公会王子勲章また、 会のメダルとして、銀賞と金アキラも存在する。上予備賞は青色、白色、黒色の等幅のシマトル B 色で絵付けされた金のエルサレム十字によって特徴付けられている。大将校及び王十字賞の聖賞には、タロントデビアン・フェールの名がある。勲章は、大統領自身による主導や、大臣の推薦、騎士団評議会の推薦によって許可される。 オーデム・ドゥ・インファンテ・ディ・ヘンリック、オーデンズ・ナス・ヨーナイズ、オーデンズ・アンリフィカス・ポート・ゲイスス。ありがとうございます。